どうも、アップルの店員です。お願いします。何かお困りのことはありますか？はい、あ、それでしたらこちらですね。お久しぶりです、レオです。皆さん元気してましたでしょうか？まあ、最近はゲーム実況ばっかりアップしてたんで、なかなかこういう動画撮れなかったんですけれども、まあ、今回は気合を入れて開封動画したいなと思います。最後までチェックしてくれ。わーお、マックブンブンプロブンブンマックブン、これどっかで聞いたことあるフレーズですね。ヒカキンさんいつも見てます。はい、ということで今回僕が購入してきた商品はこちらです。ギー見えてる？これ予備でもらった袋です。はい、今回購入した商品かなり重たいんですけど、どうやらこの紙袋、アップル製の紙袋はめちゃくちゃ強度高いです。全然ちぎれません。もう持って帰ってくる時僕これで持って帰ってきたんですけどね。他にもね、この中にねちょっと入れたりとかしたんですけども、全然もうちぎれません。すぐ破けてしまうものなんですけれども、これとてもね、この紙袋おすすめですね。はい、で今回はその紙袋の、ね、説明ではございません。商品の説明です。はい、ということで僕はアップルに行って買い物してきました。ダダーン。まあ、早よ開けろっていう話なんですけれども、何を購入してきたかと申しますと、こちらです。ダダダダダーン。こちらを購入してきました。 MacBook Pro、 MacBook Pro を購入してきました。ピント合ってる？ずっと、あ、大丈夫？ピント合ってるよね。怖くなるんだけど。はい、本当にピント合ってる？これずっとピント合ってなかったんじゃない？怖い怖い。一回ピント合わせます。はい、でやるか。ちょっともうプキッとプッとプッとプッと急なボイパ。ピント合ってないよね絶対。どうやってピント合わせるの？もうオートフォーカスのカメラ。どうも皆さんこんにちは、レオスペース TV のレオです。ちょっとねもう一回仕切り直して撮りたいと思います。ピントがなんかどうやら合ってなかったみたいなんで、はい、僕が今回購入してきた商品は、購入してきたこちら、ダーン、 MacBook Pro 16インチでございます。すごいですよ。2.3GHz、 8 コア Intel Core IQ、 16インチ共有 L3 フラッシュ、 16GB、 2666MHz、 いっぱい入ってます。 MacBook Pro、 人生で初めて購入するんですけど、いや、家で使ってたのがデスクトップなんですよね。それが僕がこの東京に来て、すぐ購入したのがその MacBook の、まあ、デスクトップだったんで、 iMac っていうんですかね、それを購入して12年越しの新しい Mac のパソコンを購入しました。もう10年選手だったんでね、前のやつが。もうかなりもう Mac の中では10年使ったらすごいいい方なんじゃないですか。もう結構、もう使い古したっていうぐらいもうね頑張ってくれました。デスクトップではなくて、まあ、持ち運びできるノートパソコンが欲しいなと思って MacBook を探してたわけなんですけれども、 Air と Pro どっちにするか迷ったんですけど、やっぱこう僕の今の動画編集とかにおいて MacBook Pro の方がまあいいんじゃないかという判断で MacBook Pro にしました。ちょっとね重たいんですけど、これのもう一個小さいサイズのやつもあるんですけど、まあ、それだとあんまりこう画面が小さかったらね編集もしづらいし、で何より、まあ、こっちの方がねお買い得だったんですよ。ちょっと値段も下がってたんで、今回はこの MacBook Pro の16インチというものを購入しました。パソコンのモニターに映すこともできるんですよ。はい、もうテレビにも映すことできるんで、まあ、あんまこう画面が小さいなって気づいたら、まあ、家ではモニターにつないでやったりしようかなと。 MacBook Pro、 この相棒を持って現地でいっぱい動画と撮影してですね、この動画編集もこれでね全部やっていきたいなと思ってますので、いい動画作るために先行投資というわけで MacBook Pro 購入しました。それでは中の方開封していきたいと思います。でもこのままでもこれなんかいいよね。このインテリアとしてこのまま置いとこうかな、こういう感じで。あ、お父さんちょっとそれ取ってみたいな、エビチリ感覚でこうやって回せるよね。こう、あ、
欲しい？あ、はい。ってこうやって MacBook Pro こうやって回してね。うん、よそってよそって、うん、さっきよそって。それでは開封していきましょう。ペロペロがあるのよ、ペロペロが。見える。これをもうめくったらパソコンがあるわけだ。もうハサミいらないわけだ。開けます。ね、これいちごのショートケーキやったらここ舐めるタイプ。人が見てるからやめましょうね。じゃあここ、こうやって回っちゃおうかな。一気にここをぐるりんちょと。あっ、ここで切れちゃったみたいだな。ほら、今お前を解き放ってやるからな。よいしょ、登場。まだ箱、それではオープン。ダララダララッタ。重た。さすがやな。さあ、人生初の MacBook Pro、ダン！はぁー、すげー。色は、スペースグレーというのにしました。シルバーよりちょっと濃いグレーなんかな。うん、そういう色にしました。あ、まだ、これまだね、なんかね、薄いビニールがついてますね。これもめくっちゃっていいのかな。めくらないと使えないか。新品の匂いする。ASMR。 ダダーン。やっぱインパクトあるね。あ、これがもう俺の相棒になるわけだ。結婚してください。パカ。見て、液晶画面にさ、なんかこういう薄い紙が貼られてる。画面に指紋がつかないようにだね。すごい配慮がなされてますね。僕あのノートパソコン買うのが初めてなので、こういう仕様なんだって今初めて感動しております。初めて尽くしです。どこからめくればいいのかな。ちょっと待って、奥の方でさ光ってる。あれ、起動してんだけど。え、開けたら起動するタイプの人？ To use English as the main language, press the return key. Yeah, my father is a very famousBaseball player, you know? ペラ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 。一旦もめん。ラングエッジと書いてるので日本語を使用するにはリターンキーを押してください。リターンキーってどこでしたっけ。リターンキーはどこでしたっけ。リターンってどこだっけ。ちょっと待って、 Windows 使いすぎてもリターンキーがどこか分かんなくなっちゃった。え、共通やったっけ。リターン、エンターじゃない。リターンとかのようですね、多分。国はどこにしたらいいのかな。アゼルバイジャンでよかった。ウズベキスタンでよかった。 MacOS にはボイスオーバーという内蔵のスクリーンで使い方わかった。エスケープキーを押します。はい、このね、内容なんですけれども、この中にまだケーブルとか入ってるんだよね。ケーブル、こちら、まあ繋がないと充電はできません。これタイプ C っていうやつかな。これを使ってもいいんですけど、結構ね、持ち運んでこういうケーブルとかって皆さんもご存知かと思いますけれども、破損しやすいですよね。で、あとなくしやすい。まあ、潔癖症じゃないんですけど、まあ今このご時世ね、外で使ったものをこう家の中でガシガシ使うっていうのはなかなかね、ちょっとこう気にしちゃう部分もあるんで、外でガシガシ使える用のケーブルを購入してきました。はい。どどん。IKEA の USB Type C のケーブルを購入してきました。頑丈なんですよ。しっかりしてるんですよ。この紐の部分が何で加工されてんのかな？それはちょっともう先生に聞いて。わからへん。IKEA カラーでめちゃくちゃ可愛くない？これ。まあ、外でこう充電したりとか、まあ、パソコン使うときはこっちのケーブルをメインに使っていこうかなと思いました。なんで今回はショッピングはもうこの MacBook Pro と USB Type C ケーブル、そんなもんかな。この中にはなんかまあ説明書とか入ってるんでしょうね。まあ後ほどね、確認して。こんなでかいの？これ3パック100円の豆腐の1丁ぐらいあるよ、これ。というわけで、まあ今回はいい買い物をしてきました。ワクワクしております。これからたくさんいい動画撮っていこうと思ってますんで、ぜひ引き続き応援よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はこの辺で、それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。